今日も元気にキオズアドベンチャーやっていきます。ウサギに裏切られたので今度は無視します。毛を剥いで海水で洗って天日干ししてやろうとも思いましたけどね。稲葉の白ウサギですか。ではダットのごとく左側を探索していきます。またバグってる人がいますね。こんにちは。はい、キオ。なんで私の名前を知ってるの。だって君はゲームの主要キャラだからね。みんな君のことは知ってる。ここは、本当にゲームの中なの？ええ、このゲームの中のキャラだよ。私はただの NPC。君は動けるし喋れる。本当のところみんな君に嫉妬してる。私はどうやって？戦い続けるんだ。そして、人々を食べてるでっかいモンスターに気をつけてね。でかいモンスター？人を食べる？うん、気をつけてね。私にも自由意志など存在しません。そう見えているだけです。すぐ影響を受けるんだから。さて、右上にピアノの絵があります。なんかのヒントっぽいですね。で、前回拾った紙切れは組み合わせるのではなくて、普通に使うと数字が読めるみたいでした。ええ？東大元暮らしですね。そんなわけで、パソコンのパスは54,169 でした。レベル3のゲートが開いた。これで、3階の奥まで行けるようになります。ちなみにウサギについて行った部屋は無視するとロックされてて入れません。ああそうですか。拳銃弾18を使って部屋に入る。ちょっと後回しですね。今何発あるんですか？96発です。余裕も余裕だった。さて、その隣の部屋でさっきのピアノのヒントを使います。アーベイセイデイエフに数字が割り振ってますね。この下の数字通りにピアノを弾きます。あまりにも遅いですね。BPM1 くらいでしか入力できません。ID カードを手に入れた。ついでに敵も現れたので逃げます。なんだこいつ。では、18消費して入ってみます。ただの隠し部屋でした。一ミクロンも読めない名前の二人から話聞いて出ます。最後に、3階の右端の部屋を見に行きますが、3人の NPC が歪んでいるだけでした。まあまあ珍しい光景だと思いますけどね。では、いよいよ ID カードでここを脱出します。弾、回復。どう見てもボス戦です。装備を整えたら穴に飛び込みます。穴に入りますか？はい。ここがバスルームか。なんだあれは？あの化け物が人々を食べてるのか？そんなわけでモンスター戦です。前回バスルームのことトイレとか言ってましたが本当にバスルームでしたね。ええ？さて、モンスターは一定間隔で粘液を飛ばしてきます。隙をついて銃弾を叩き込む、それだけです。あ、何やってんですか？では倒します。頭振り回すので拳銃より散弾銃の方が良さそうです。早送りするとデスバンド見てるみたいですね。そうですか？これで最後だ。終わったみたい。壁に穴があるみたい。誰かがバスルームの外に水族館があるって伝えてきたような。よし、穴を通って見に行こう。死体の内側を通って外に出ます。雨は止んでる。水族館はこの先だと思う。動き続けよう。では、右に行くと近い階段がありますが、なんとなくスルーしてさらに右に行きます。パパー。また隠し部屋でした。チワッス。で、ウェイボでスタンって名前で写真あげてるみたいです。写真もらいました。ウェイボの赤なんて持ってないですしね。改めてアクアリウムに向かいます。地下に水族館なんて初めて見ましたね。海面に吸い合わせてるのかもしれません。おお。水槽は綺麗ですが、魚ニソみたいなのが突撃してきます。ダメージはないですね。めっちゃ動きにくいですけど。チリチップを手に入れた。いただきます。これは最後に食べたチップだ。ママはチリソースを食べすぎると腹痛を起こすって言ってた。そしたら次の面へ。アイテムボックスとセーブしかないので道なりに進みます。
あら。すい。凍ってて一旦動くと止まるまで突き進んでしまいます。昔ポケモンのジムリーダー戦でこんなエリアありましたね。懐かしい。まあ、適当に氷に突っ込んでれば突破できます。あら。すげえのがいますね。ハロー。ここにゲームから逃げるのに役立つバグを探しに来たの？ええ。そうか。この部屋だよ。左から6番目のタイルに立って、そして壁を打って、それから、左から4番目のタイルに立って、もっかい壁打ってね。終わったら戻ってきて。では、弾も落ちてることですし言われた通りにします。何も起きないですけど。言われた通りにしたんだけど、何も起きないよ。その通り、何も起きない。騙したな。いや、左から8番目のタイルに立って、壁を触ってみて。信じられんな。本当だよ。やってみるよ。この辺ですかね。あら。彼は正しかったみたいですね。ああ、ここって。ドミニが捕まってた部屋だ。ドミニどこにいるの？封鎖されるべきだ。何もないようなので次の部屋へ。ドミニ、どこにいるの？助けに来たよ。ああ。ドミニ、大丈夫？今自由にしてあげる。ああ、ああ、嘘だ。嘘。キヨ、一人にして、バグを見つけに行って、もしかしたら、それで助かるかも。わかった、待ってて。絶対に助ける、誓うよ。そんなわけで次のエリアに行きますが、何か様子がおかしいです。ブルースクリーンが出てきました。そこから先、パソコンの画面みたいなステージを進んでいきます。中国語読めないんでわかんないですけど。矢印出現しましたよ。セーブして、物資持ったら突入します。ここはどこ？どこ行けばいいの？ははははは。帰りたいのかい？ならまずは僕を倒してからだ。誰？僕はこのゲームのラスボスさ。ラスボス？ああ、ゲームにはラスボスがふさわしい。君がパワフルなプレイヤーだって意味じゃないけど。でも子さんのプレイヤーではあるね。若いプレイヤーならこのむずいゲームに耐えれないし、僕に会えない。この10年くらいのゲームはクソシンプルだからね。時間をかければどんなゲームもクリアできる。でも、古いゲームはガイドが少なく難しい。君がここに来て会えたことに感謝する。ここアンドスペルミスしてますね。でも、僕を倒してエンディングにたどり着かなきゃならない。負けたらもう一度この会話を聞かなきゃならない。それが古いゲームってもんさ。そんなわけでラスボス戦です。射撃が効きませんね。多分ですけど、このタイルの中で緑以外は踏んでちゃダメな気がします。青には石降ってきますね。さて、四隅にあるボタンを踏むと色が変わります。なので、全部踏んでみます。お、シールドが消えました。この時間なら攻撃が通るようです。さて、あとは同じように攻撃するだけですね。さっき自分でむずいゲームとか言ってましたがそうでもないです。おら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 。あら。一定ダメージを与えると動き始めました。とはいえ先ほどとあまり変わりません。ショットガンだと範囲も広いので簡単です。よくやった。次は本気だよ。それじゃ戦おう。古いゲームおなじみ第二形態です。手からビーム出してきますね。そんなに強そうには見えないですけど、さっきみたいにボタンを押しまして、ショットガンでも撃ち、デカビーム食らっちゃった。こんなの初見殺しですやん。戻ってきました。どうやら、息を吸い込む予備動作したらデカビーム来るみたいですね。それさえ分かってしまえば大したことありませんでした。なんなら第一形態より動けるエリア広い分簡単です。これで最後だ。おめでとう。君は僕を倒した。君の勝ちだ。制作者は僕をあまり強く作らなかったみたいだ。僕を過大評価していた。じゃあね。
最後にウイニングロードを駆け抜けます。これ?これが終わりなの?ここはどこ?ゲームから脱出できた?いや、そこにいるのは誰?気にしないでくれ。ただの、エンディングで喋る声さ。ゲームから脱出できてないっていうだけの。そうだ。みんな、バグで助かるって嘘ついてたの?うん。全部用意されてたの?そう。もしロードしたって、友達は助けられない。そうだね。何をしようと、運命は変えられない。うん。だってゲームのキャラだから、君の運命は決まってるよ。君は友達を助けられない。君はゲームから出られない。どうしてこんなゲームの中で生きているの?どうして美しいゲームの中じゃないの?どうして私のゲームは恐ろしいの?不公平だ。不公平だよ。絶対に不公平だ。私、何か悪いことしたの?何か間違ったことした?何も悪いことはしてない。ただ、君だからだ。こんなの望んでない。助けてくれないの?何が望み?せめて、もう一度友達に会いたい。いい?失望することになる。それでも、お願い。わかったよ。キヨ?へぇ?わぁ、うわぁ、もう一度会えるなんて。君は、何が起きたの?我々は二人の歩行アニメーションを作っていない。そんなこと、どうでもいい。もう一度会えたんだから、それで十分さ。このゲームももうほとんど終わり。何か他に望むことは?十分だよ。わかった。プレイしてくれてありがとう。近いうちに、また会えたらいいな。じゃあね、バイバイ。それでは、今回はこのくらいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。